ッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。2球目打ちました。伸びていく。入った。打った。これもいったか。伸びて入りました。ホームおー。ストライク。ストライクです。148キロ。内へのボール外れました。ボール3。ボールを外れます。アウトコース打ちました。坂本が掴んで引っ張った。サード取った。初球打ち、ワンバウンド、ヒットになりました。ランナースタート、ヒットエンドラン、ヒットになった。ランナースタート、また初球、ファールゾーン、追いつくか。ここはゴロを出したいですよね。そうですね。初球入った。ジャイアンツ、初球打ち、ここは打ち上げています。ショートに任せます。打順は6番尾形。ワンアウトになっています。破りました。センター前、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは7番に入っている山川。ヒットでランナーを一塁に置いています。真ん中打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ジャイアンツピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには小野崎が入ります。さあ、ランナー初球打ち、ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。真ん中打ちました。ゴルフライはヒットに。タッチアップ、ホームに送球。サードランナーホームイン。ファールボール。まあ、ここはボールになることを恐れずに厳しいところに投げたいですよね。さあ、打ちました。ツーレツ。ついに最終回を迎えました。追いかけるジャイアンツの攻撃。バッターボックスには6番山本。ジャイアンツビハインドで迎える最終回です。インサイド落ちました。またファウル。ボールカウントは2ストライクです。ストライク。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは7番に入っている鈴木ベルセデス。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インサイド見送っています。スピードボールを持っています。あー、ボールでした。はい、ストレートわずかに外れてボール。ボール先行です。さあ、4球目は何か。引っ張った、レフトに上がった。しかしこれは追いつくか。尾形が掴んでツーアウト。バッターボックスは8番坂本。ツーアウトになっています。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。スピードボールを持っています。2球目打ちました。ここはフライナー、内野フライ掴んでアウト。これで3アウト。注目して立ち上がり見ていきましょう。2球目打ちました。この打球はフライになっています。掘ってワンアウトです。バッターは2番に入っている柳田。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー大谷、そしてキャッチャーは森。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー1塁です。バッターボックスには3番西川。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファーストランナーヒットエンド、ファウルになります。走ってきた、ヒットエンドランバース、一塁そのまま入ってアウト。さあ、そして打席には村上が入っています。さあ、ツーアウトながら得点圏には先制のランナー。セーフ。二塁タッチもセーフ。打ちました、取った。一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。でボール、打ちました。真ん中、左中間破っていきました。
ッターボックスにはバースが入ります。さあ一打先制のチャンス、まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、バッター取った、一塁送球、ストライク、空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。攻め切ることができませんでした。0対0で最終回を豪快なスイング打ちました。打球はレフトへ。6番バッター吉田、大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、いい当たり、弾き返した打球はセンターへ。バッターは7番に入っている菊池、2アウトになっています。この回の大谷、ヒット2球で、バッターヒットになりました。2アウトランナー1塁、8番バッター林、ヒットでランナーを1塁に置いています。ランナースタート、これも初球打ち、ここは打ち上げています、掴んで3アウト。2回の裏ジャイアンツの攻撃、バッターボックスには5番浅野、ジャストミート、ここはフライになっています。センターフライ掴んでアウト。バッターボックスは6番山本、千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、への変化球は決まりません。変化球ボールになります。ふわふわっと上がった、ここは打ち上げています。サードフライ抑えてアウト。バッターは7番に入っている鈴木、ツーアウトになっています。バッターボックスには代打の筒香、まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。ストライク、初球空振りです。ボール、低めに外れてボール。さあ3球目は何か、いいコースだったんですけどね。はい、変化球わずかに外れてボール、外れてボール。次が5球目、ライト持っていった、入ればサヨナラ、入ったサヨナラ、今ゆっくりとサード回ってホームに帰ってきました、サヨナラ勝ち。代打としてこれ以上ない結果を出しました。ホームベース上でもみくちゃです。おはよう。